ちゃ。こんにちは。日高さん、はい、トレードの話が入ってきました ね。はいはいはい、はい、まあ異例と書いてあるけども、はい、ドイツリーグでのトレード、うん、これはあんまり想像してなかったんだけど、はい、まあ、あの過去に振り返ると、はい、2018年、岡大海と藤岡、はい、これがトレードされて以来、はい、ドイツリーグでは久しぶりのトレードということで、はい、ちょっとびっくりしたんだけども、うん、あの西武は木村で佐藤、はい、で日本ハム側はクモンと平沼っていうのを出すんだよね、はい、でどういう選手かというと、うん、木村はね外野手でちょっと出番も減ってんだよね。あ、若手が台頭してきて、ね、あのちょっと状態も悪かったということでね、うん、まあ、環境を変えるとこの選手っていうのはすごくあの真面目な男だし、はい、でピッチャーからの転向で、うん、高校生ドラフトで1位で入ってんだよね、はい、だから素質豊かで、うん、やっぱこう外野の守備もいいし肩もいいし、はいはい、で率も残せる本当だったらね。だから今年はちょっと低迷してるということで、まあ、環境を変えようということと、うん、まあ、西武側はやっぱこのクモン、はい、ね、左の、中継ぎ、うん、2回目のクモンはトレードになるんだけども、ね、まあ、太田とともにね、はい、巨人から、うん、トレードされてきたんだけども、はい、まあ、また今回トレードになったということ、はい、ただまあ西武側はやっぱこうピッチャーの補強というのがね、うん、まあ必要かなっていうふうに思うし、はい、まあ、ここら辺のトレードで俺びっくりしたのが、はい、こう平沼を出すという、まあ、内野手で23歳若手、はい、もう甲子園で優勝してるんだよね、うん、でピッチャーからやっぱり木村と同様に野手に転向してるんだけども、はい、非常に非凡なセンスを持っていて、うん、なんかこんな選手出していいのっていうような、うん、まあその中には西武の、まあ、例えばおかわり君が、はい、あのサードでねもうちょっと守備の方がっていうことで、はい、でメヒアがいなくなったでしょ、うん、だから DH に入れて、まあ、平沼なのか、まあ、殿崎をセカンドやってるけども、はい、木村が抜けて外野に持ってって、はい、平沼をセカンドに入れるのかって本当にあのセンスのいい内野手だから、はい、まだまだ実績的にはね、うん、まだまだ全然ないんだけども、はい、だけどなんかこうやったら使えそうだな辻監督が教え込む、うん、で西武って大胆に使うからさ、うん、非常に伸びる可能性がすごく高いんだよね、はい、で佐藤、はい、交通違反でそうですねちょっとあの良くないニュースでお名前を見かけしましたが、まあね、はい、うん、だけどまあ非常に長打があってね、はい、魅力的な選手なんだよ、うん、で北海道出身なんだよね。あ、そうですね、地元に戻るような形になりますよね。そう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 、だからまあ、佐藤も西武では出番はなかったけども、はい、環境を変えてあげるとさ、うん、やっぱ力が発揮できるかなっていうような、はい、そんな感じがするんだよね。でましてやその地元に帰るということから考えると、はい、まあ環境的にはやれやすい環境というか、うん、慣れ親しんだ空気の中でできるというね、うんうん、まあこういうトレードが決まったんだけども、はい、異例同一リーグのトレード、なぜ異例でびっくりマークなのかっていうと、はい、サインとか全部変えなきゃいけないんだよね。でピッチャーもいるし、はい、ね、で攻撃のサインなんかも全部変えなきゃいけない、はい、そういうこう、まあ、手間っていうか、まあ、そのぐらいは簡単に変えるけどね、はい、変えるけどもピッチャーを変えるというのは全部変えなきゃいけない、うん、というのは守りの守備体系だとかいろんなことも全部知ってるし、はい、だからやっぱこうまあ大変だろうなって思うよね。なんかそういったところはこう全選手に影響が出るもんですか。やっと覚えたのにっていうことがあるけどね。サインミスがあったりとかっていうこともなくはない、まあ、まあ可能性はあるよ、可能性はあるけども、まあまあこう1日にして決まらないからさ、はい、ということはある程度準備をしながら多分やってると思うよね。もう開幕も13日からでしょ、後半戦開幕ね、はいはい、だからそういう意味では、まあ、準備はおそらくしてると思うし、はい、もう早急に変えてると思うし、うん、その期間というのも、まあ、中1日とか2日とかおそらくあったと思うから、だけどこの選手たちがその所沢と、うん、やっぱ北海道に行かなきゃいけないというね、はい、まあ、そういう大変さもあるよね、うん、これは引っ越す
のはまた後でしばらくはホテル住まいとかそんな感じなんですかね。なるんだろうな、うん、でも日本ハムはさ大変なのがね、うん、あの鎌ヶ谷っていうところに2軍があって、はい、1軍は北海道でしょ、はい、だからどうすんだろうなっていうようなこともあるし、うん、はい、ね、こっちは所沢もう急遽車がないとどうしようもないできないところだからさ場所は、いや、いや、だからまあそれはもうもちろん大変だろうなっていうふうなことは思うけどね、はい、うん、だけどなんていうのかな、木村なんか本当魅力的だしさ、うん、なんかこう出しちゃうのっていうような、はい、そんな感じもするし、うん、まあ平沼なんかはこれからの選手や23歳って、ね、23歳ってもう大学出て1年目っていうことを考えるとさ、はい、すごいなんかもったいないような気がしてならないんだよね、うん、なんかこう打つ外野手が欲しいんでしょ、はい、日本ハムの方がね、はい、やっぱ太田も悪い、うん、で西川も率が上がってこない、うん、で近藤ぐらいなんだよね、はい、いいのがまあいいっつったって近藤の打率じゃないけどさ、うん、でまあ DH っていうタイプでもないしさ、うん、でも真面目で足も速く肩も強いということからすると、うん、あの札幌ドームの、 あの外野手っていうのは守備範囲も求められるし肩の強さも求められるから、うん、ではすごくいい環境に置かれるなって、うん、力がより発揮しやすいようなそんな、選手だよ、うんうん、まあこうトレードっていうとチームから出されるっていうよりは新しいところで求められてるっていう風な考えで活躍をするという、うん、昔は暗いイメージあったけどね、そうですよね、出されるっていう、うん、っていう風なことではなく、うん、まあクモンなんていうのは、はい、西武は本当に必要としてる中継ぎ投手になると思うしね、うん、で調子の悪い、まあ、木村も調子悪いから言って調子が悪かっていうとは分かんないけど、はい、でも外野のね広さを考えると十分に力を出してくれるんじゃないかっていうこともあるし、うん、で平沼っていうのはこれからの選手だし、うん、ね、外崎を外野に追いやってセカンドのポジションを源田と二遊間を組めるか、それとも岡張君が守備っていうことを考えるとサードに入るのかっていうさ、うん、チャンスは山ほどあるね。そうするとこう、うん、受け入れる側のチームの人選手たちも、うん、やってやろうっていうか、うん、大変なんていうのライバルが入ってくるとそうそうそうより頑張る要素にはなりますよね。やっぱトレードするっていうのはさ、うん、それ相応に必要だと思うからトレードするわけだから ね、うん、だからチャンスをさもらえるわけよみんな、はい、でそのチャンスを最初に生かしきれるかどうか、うん、まあそういうところだよね。はい、それとやっぱバッターは西武に行った方がいい、うん、これなぜかというと、はい、バットをとにかく強く振るよ、はい、西武の選手は、うん、そしたら平沼なんていうのは長打も打てるようになるだろうし、うん、この中でこの選手だけがなんかこう光ってるんだよね平沼、はい、いやもう本当に内野手で教え込んで辻監督が内野の守備とか、はい、で振る方はみんなおかわりとかさ、はい、山川とかさ、はい、フルスイングするじゃない、うん、だからそういった選手の中に入るとやっぱバットって強く振らなきゃいけないなっていうのを覚えると思うんだよ、はい、そしたら素質が一気に開花する可能性がある選手なんだよ。じゃあもう平沼選手にとってもとてもこうチャンスというか自分の転機というか、うん、ワクワクしていってほしいな、うんうん、どういう教え方をしてくれるんだろうとか、はい、そういうことで言ってほしいと思うし、うん、まあクモンなんかもうチャンスだらけだよ、うんうん、ちょっと活躍したらポーンと給料上がるからいやいや本当本当、ね、うん、やっぱ中継ぎの救世主になれるかどうか、はい、で今低迷してる選手たちが多い外野手の中で日本ハムはね、はい、木村がこう存在感を見せるともう一気に定位置っていうことにもなるし、うん、でまた栗山監督も太田を育てたように、はい、木村にも期待してるところっていうのがたくさんあると思う、うん、はい、でまあ、佐藤も、手薄の内野陣、はい、日本ハムのね、はい、その中で長打が打てる、うん、ましてやその北海道出身、うん、まあ、伊藤がさ、うん、ドラフト1位で入って北海道出身から初めてのドラフト1位だって、はい、やっぱ北海道地元の選手が活躍するってさやっぱ北海道の人たちもワクワクすると思うんだよね。いや、そうだと思いますよね。だからまあ、うん、道路交通法違反して1年間、ね、はい、出てなかったけども、一軍に呼ばれなかったけども、はい、うん、
でもやっぱりもうここが最大のチャンスと思ってね、はい、うん、でましてやその北海道に帰ってやっぱあったかい目で見てくれるよ、うん、そうですね、そうなってくるとこう力を発揮して長打も打てるようになるかもわからないし、はい、ね、自慢の長打が復活するかもわからない、はい、だからまあ、なんていうの、昔は暗いイメージがあったんだけど、うん、トレードね、うん、まあ、さっきも話したけど、はい、でもなんかこう、いいトレード、うん、なんか活躍しそうな、またチャンスをたくさんもらえるようななんかトレードだよね。それと、うん、西武が5位、はい、日本ハムが6位、はい、そうですよ、ね、下位チームのトレードなんだけども、はい、まあ、トレードってさ、上位チームがここを補ったら、うん、なんかこう、もっと強くなるとか、うん、そういうトレードをだというふうに俺イメージしてたんだけど、はい、下位のチームがトレードするというふうにはあまり思ってなかったの。うん、だけどやっぱりこう日本西武も日本ハムもまだまだ諦めてないということだよね。そうですね、うん、これから後半戦に向けてのスタートを切っていくけど、はい、やっぱこういう人たちが起爆剤になってくれればね、はい、まだまだチャンスはあるよ、上を伺う、ね、うん、まあ、これからまだ A クラス入りもまだまだ狙える位置にありますよね。そうだよね、うん、だからまあ優勝っていうことになるとさ、はい、前半戦これだけ低迷しててなかなか難しいと思うけど、はい、今年はクライマックスシリーズもあるしさ、はい、だからそれに向けて3位までギリギリ入るとかさ、はい、そういうチャンスはまだまだ残されてるわけだから、うん、そうですね、うん、だから頑張ってほしいなって思うしね。でやっぱこうなんていうの、勝つためにトレードしたという、うん、このやる気をね、うん、買おうじゃないかっていう、うん、ね、ね、うん、まあ、そういうことで、まあ、異例同一リーグのトレードが今日発表されたというね、はい、まあ、ニュースでしたが、スタート直前でしたけど、本当だね、ちょっとびっくりしたけどね、びっくりです。しかも4選手ですね、うん、同一チームで2選手ずつのトレードっていうのもまた大きなトレードで、そうだね、はい、でもう若手も入ってるということでさ、うん、もう本当にこう骨を埋めるつもりでね、まあ、古いか言い方まあな、でも頑張ってほしいと思うよ、本当に、はい、うん、チャンスはいっぱいあるね。そうですね、後半戦楽しみになりますね、うん、はいはい、はい、ね、期待してます、はい。